汚え俺の腕前でお役に立てれば頂上さ。猫の飲み取り耳掃除何でもござれだ。信州信濃の新そばよりも俺はマスターのそばがいいってね。何が苦手って、あれさ、恋バナってのがどうにも鬼門で。やめとくれよ。マスターも遠慮なく切るからな。剣の修行もそうなんだがね、俺の夢は仙女になることだ。水湖殿やら西遊記やらカラクリの伝記に顔を出すような男にも負けねえ知恵者で、めっぽう強い花のごとくあでやかで千変万化の戦術を使う、そんな仙女にな。おっ、もうあらかた願いが叶ってねえかなあマスター。なにトト様、一つも成し遂げてやしねえって。知ってたさ。